聴ありがとうございます。海のひとときです。今回はアジのヒットシーンを水中で撮影してみました。ぜひご覧ください。ドローンのアームにサビキをつけて、その近くに網エビを巻いてみました。見えるのは念仏ダイとアジ、そしてシマアジです。数はだいぶいるようですが、なかなか針には食いついてくれません。左側の針にご注目ください。本命ではありませんが、念仏ダイがヒットしました。念仏ダイを針から外し、再度チャレンジです。網かごに網エビを入れていきます。それでは再度キャストします。奥に見えるのが先ほどキャストした仕掛けです。アジとシマアジの乱舞です。シマアジがヒットしました。どうやらシマアジと網かごがドローンに引っかかってしまいました。プロペラと仕掛けが引っかかってしまい、網と魚が外れてしまいました。ドローンを引き上げて緊急オペです。よく仕掛けとドローンのプロペラが引っかかることはあります。映像にはね、あ、嘘、ふわってやった時に多分、そこまで絡まって、うん、やっぱ波があるから、そう、泳いじゃったんだよね。すごい動いちゃったから、なんならアームつけない方がいいかな、もしこういう映像。ああ。ここか。そんなでもない気がしてるんだけど、どうだろう。次はなるべく距離をとって撮影してみます。投げてすぐにアジがヒットしました。とりあえずキープをしておきましょう。十数センチのアジでした。ピークが終わらないうちに投げ込みます。ここからナレーションなしのアジのヒットシーンたちをご覧ください。いかがでしたか？なかなか水中でヒットシーンを見ることはないので、何か参考になればと思います。
この動画の高評価、またチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。